勢い。勢いは僕もいると思います。で、僕は最初に土井さんに何ていうんですか、コンサルの時ですね、相談したかと、すいません、本出していいですかって聞いたんですよ。で、それで、いや、出していいかどうかあなたが決めることで、当たり前のこと言われて、そうそう、いや、実はこうこう、こういうことをやって、こうこうぜって、まあ、インタビューもどん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 引き出してもらってて、はい、あ、じゃあ書けるんだと思ったのが3回目ですね。まあ、2回目の時には、やっぱ書く方向で考えたいんで、もう一回いいですかっていう言い方したんだけど、まだどっかに自分の中で書けるのかっていう不安ってあったんですよ、うんうん、で、一つのきっかけはその萱野さん主催の九州ベンチャーで土井さんがね、こうして来られて飲み会の席で、それ話聞いてないよみたいなところで飲み会の席でどんどん、うん、自分私の隠したプロフィールが出てきて、うん、それでまた土台ができたって思いますけど、ちなみに私のビジネスで言うとですね、最初の3年間本当にですね、金取ってないんですよ。速読のレッスンやると2時間500円と、ひどいです、ね、食ってたんですか3年どうやって食ってたの。霞食ってましたね。霞いやいや、どうしたのだからですね、そのソフトウェアは売れてたんですね。ソフトウェアだから4万5千のソフトが20本売れたら90万でしょ。それぐらいはもともとメルマガの読者とかいたし、あそこの速度が堅実っていうのが定評としてあったんですよ。2チャンネルも相当僕の支援者たくさんいて、2チャンネル経由で僕のところ来るって相当多かったんですよ。ちなみにですね、フォトリーディングの話ちょっといいですか、うん、さっきありましたけど、僕はフォトリーディングからの実は技術提携の話が来たんですよ、うんうん、で、園さんに蹴られました。社長、フォトリーはね、叩かれてるもんね。いやいやいやガンガン、いや、2チャンネルで戦いかけてるよ。あ、でも叩かれてなかったわけ、2チャンネル。そうです、僕もちなみにですね、僕が立てたスレッドが26まで言ってたけど、3年ぶりに見たら26回みたいな、影の支配者みたいな。まあ、で、何しろやっぱ自分の速読の講座に自信がないときです。わざと自分の講座を否定するようなことを書き込むんですよ、はい、ただ、そりゃそうだね、あいつなんとかいけねえよなとか、なんかあの講座で返金保証もねえのかとかいろいろ書かれるんですよ。それでも返金保証つけたりですね。で、逆に僕のファンはそこに肯定のことを書いてる。あ、こういうふうに受け止めてくれる人もいるんだって、そういう自分のビジネスというか講座の作り方とかを試す場にして相当活用していましたね。ああ、それは自分の名前とかプロフィール出さないですよね。ひっそりと七七三で書いてます。で、3日間の講座で成果が上がらなかったって、それ自己申告じゃ金返せないよなとか言って2チャンネル書かれてたんで、じゃあこの数字を超えなかったら完全返金保証って言って、3人受講者取って3日間やって3人全員返したことあるんですよ。そうやってとにかく自分の講座は本当に金を取る価値があるって自分で納得できるまではもうそういう本当に霞食うせいになってました、うんうん、3年目くれたのはですね、食らいついてきた学習塾600万円で僕のソフトを販売券買ってくれたんですよ。それで1年間食いつぎました。600万のコンサルを受けた。ああ、だからですね、学習手法で僕は学習理論も研究してたん でそれと速読のソフトとで学習塾に新しいそのツールを作ってあげたんですよ。なるほど、うん、そこの会社は使わないまま倒産しましたけどその600万が痛かったんじゃないかというですけど、それで食いつないだと。もう本当にですね、来月どうしようと思った時もあったんですよ。で、その時はですね、この亡き妻にお参りする、ね、西の方を見てじゃないですかね。僕はもともと本当に信心深い家系で、仏様に手を合わせるというのは日課なんですよね。で、苦しい時はもう本当にベッドに正座して、どこ向いてはいいか分からないから、仏はないし、ただですね、面白いですね、本当に窮地に陥った次の日、石原明さんから間違いメールが来たんですよ。僕に。間違いメール僕に出しそうと思ったんだけど、玉木っていうですね、石原さんの昔の部下にメール出したつもりが僕に来た、あの石原さんかみたいな。で、そこからこの町ができたんですよ。最初は間違いメール、間違いメールが来たんですよ。祈った翌日それが大事なんですね。で、それから元気が出るとですね、金なくても生きていけるんですよ、意外と。それまでもしょげてたんだけど、俺なんでこんなことやってたのかって泣いてたんですけど、もうすげえ元気になって3ヶ月頑張って、また本当に空元気じゃ食っていけないじゃないですか。で、また悩み始めて、もう本当に来月どうしようじゃないけど、明日どうしようみたいなところになって、本当にどうしようって、もう誠実に頑張るからなんとかしてみたいな、と翌日また今度石原さんの電話が来たんですよ。ちょっとさ、東京来ないみたいな、飛行機代ないけど行きますみたいな。それで3回ぐらい石原さん、祈ったら石原さんみたいな。いや、本当なんですよ。それで石原さんのコンテンツを音声にして売ったりですね、で、速読のプロデュースしてもらったりで、
今でも石原さんの方に絶対足向けて寝てませんよ。そういえば一時期石原の会社のね名刺持ってたね。ああいや今でも持ってますけど、ね、今でも外部スタッフみたいな感じですけど、ね、そんな時代があったんですね。その時代で下積みってやっと本当に金取れるようになったっていうのがありますね、うん、今は本当に胸張って日本一の速度講師ですというか日本で唯一の速度インストラクターですと、はい、言ってます。おお言うね、素晴らしい。なるほど、はい、ちょっと坂上先生ちょっと5分。